やる気元気森脇実はですね、今日はいつも一緒に出ている柳田さんという作家の柳田さんがですね、ワクチン打ったら副反応が出てしまいまして38度の熱出てる言うて今日は来れません。この雨は柳田先生の涙雨やなということでしてですね、どうするんだと、柳田さんがいないどうするんだという時にですね、僕が出ますよなあっていう、うちの CG 担当でございます、たるみさんでございます。よろしくお願いします急遽出るということになったんですけども、はい、何するんですか。夏なので、うん、冷たい麺をいっぱい食べましょう。たるみさんはね、京都にある美味しい冷たい麺類はこの頭に全てインプットされてるらしいですよはい。そして今日はたるみさんの野望という裏テーマがありまして柳田さんの後釜をというということもありますんで、テレビ見てもらえる皆さん方ちょっと比較しながら見てもらいたいと思いますけど、柳田さんの涙雨やなたるみさん、はい、わあ雨ですよこれ。そうですね。で、冷やし麺ですか。はい、こちらですか。はい、六原飯店さんです。六原飯店さん、お邪魔します。すいません、よろしくお願いします。失礼します。すいません、お世話になります。お待たせしました。来ました。うわー、これか。冷やし麺、はい、評論家といさしましては一軒目はここですか。まあ、そうです。昭和の香りが香ってくる、うんうんうん、冷やし中華こと冷麺。冷麺、こうメニューはありますが、はい、この冷麺というとこだけは、はい、特別になんかバーンとありますけども、あれはなんで後で大きく書いてあるんですか。夏場しか出さないので写真も隠してありますだからもう夏過ぎたら、はい、もうそろそろええかなっていう時になったら。そうです、そうです。いつって決めてない、はい、タレがなくなってくる。タレがなくなった本当に昭和からこの味なんですか。そうです。お、昭和の冷麺の定義というのはたるみさん教えてもらっていいですか。そうですね、はい、まず、はい、タレ、うん、ごまではなく、うん、この醤油ベースのもので、ほう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 、このからしがポイントです。あ、からしあるね、はい、ちゃんとからしね。で、このさくらんぼがすごい昭和感が、あ、あ、そうか、引き立ててますね。確かにこのさくらんぼ、小学校の時僕これ好きやってんよ、果物の小学校な。うわぁ、懐かしいなぁ。ちょっといただきます。うん、もうこれやわ間違いない。もう今タイムスリップしてる昭和に今戻ってる。戻ってきました。戻ってるわ。今総理大臣が今田中角栄やわもう麺がツルツルもちもちですね。春雨がアクセント効いてますね。あ、そうなんですね。何やのこの春雨なあ、アクセント効いてるよね、はい、これペロッといってますわな。これは何倍でもいけます。何やのこれ、わんこそば風に食べちゃう昭和のザ町中華という、そこでいただくのが昭和のザ冷麺、うん、地元の人をやっぱり大切にしておられて、地元の人のやっぱりこの味を
支えておられるということは、あんまり濃くすると地元の人はしょっちゅう行きにくいんやろうね。だからあれくらいの味っていうのが絶妙にいいバランスやったね、はい、氷も最後食べられましたもんねはい、まあ、びっくりしました。あ、氷食べた瞬間にたるみさんはこの冷やし麺あんがこれ欠けてるなっていう今日感じましたよ。やっぱりこの冷やし中華、はい、冷やし麺の魅力っていうのはなんか、うんうん、ペロッとしちゃう魔力がありますね。確かに食欲をちょっと失せるからね、はい、だから夏痩せとか夏バテとか聞くけど、確かに冷やし麺食べれるよねお姉さん言いましたが、あの冷麺というあのメニューを外した時に夏が終わっていくわけですか。はい終わります。なんか寂しいな、夏ってそうか、これたるみさんの定義当たってるわけや。今のじゃあ言うたら、あの冷麺のメニューが外したら夏が終わる、はい、であれが貼られた時に夏が始まる、冷麺で始まり冷麺で終わる日本の夏、はい、はい、冷やし中華冷やし麺の旅まだまだ、はい、ちょっと行きましょうか。はい、じゃあ一皿目ごちそうさまでした。そんなんやんの樽美さん、はい、続いてはです、はい、こちらです。タイガー餃子大会。ここだけなんか日本じゃないぞやっぱり餃子がすごい有名、たくさん種類があって有名で、はい、美味しいお店なんですけど、でもここでやっぱ冷やし麺、はい、やっぱり冷たい麺が食べたい。よし、これはまずこちらのお店はやっぱ餃子、はい、ということだったんですか。そうですね、餃子が売りのお店になっております。あー、たるみさん、はい、餃子やから餃子も食べなあかんのちゃうの。それはいいんですか。だいたい冷麺と餃子っていう、はい、そうですね、餃子のご注文いただけるお客さんが多いですね。ですよね、はい、当店名物がぷっくり餃子というものになってまして、まあ通常よりちょっと大きめの大ぶりの焼き餃子にはなってございます。じゃあそれ行こうよ。はい、ここのおすすめこちらですよね。はい、冷やしの黒ごま担々麺になります、はい、うわ、まあ、通常の白ごまじゃなくて黒ごまを使わさせてもらって、ちょっと辛さにパンチがある冷麺になっております。じゃあ行こうよ、はい、タイガーワンツーでタイガーワンツー。当店名物のぷっくり餃子になります。失礼いたします。ぷっくりしてるわ。失礼いたします。ぷっくりしてますよ。プリプリっすね。うわ、いただきます。ああ、もうこれだけでビールのあてにもなる、ご飯のおかずにもなる、おやつにもなる、何でもいけますね。これおいしいわ。いけるわ、いける。満足感がすごいですね。餃子入りましたよ、はい、これ口、この餃子の後味を残して冷麺っていう、はい、タイガーが牙を剥く瞬間ちゃう今これ。すいません、お待たせいたしました。冷やしの黒ごま担々麺になります。タイガーが、すいません、お待たせいたしました。さあ、はい、タイガーになるのか、はい、それとも猫ちゃんになるのか、これは今から行かせてもらいますわ、はい、いただきます。うわ、麺がまずうまい、喉越しがピリピリピリっとしてくる、野菜がシャキシャキね、でそっから合わせて黒ごま襲いかかってくる、まさしくタイガーや。そういう意味やったんか、ここ。いただきます。
あ、パンチが来たやろ。まずジャブで、まずジャブかまされた後のその後、後からパンチがオーバークロスで来るから、どっちかってメキシコボクサーみたいな感じだからな。違う、メキシコボクサー違います、全然日本人です。何やこれ、これ七色の味。そうですね、黒のネギゴマをはじめとして、黒のネギゴマ、あとお酢と、お酢、豆板醤、豆板醤、あと砂糖でちょっと甘みを足したりします。お、最後決め手はまた、山椒。7色ちゃうれ。あれは冷やし黒ゴマ担々麺ですね。はあ、スパイスがもう数えきれないぐらい使われてましたね、うん、ちょっと僕想像してた味より上いってた、うん、あの辛さと、はい、そのなんか後から来るボディーブローと、ほんであの餃子食べてからのあのね、はい、冷やし麺、はい、いや合うのよね。一口目よりも二口目二口目よりも三口目、三口目より四つ目、四口目の方がこれ来ない、はい、きます。後から後から辛さが。究極のボディーボルをブローや。1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドボディー打ってて、だんだん効いてくるわ。もう辛いからやめといたらって言う、脳みそは言うけど、箸が動くのよね。シェフがおっしゃってましたけど、パンチの効いた冷麺です。たるみさんが。汗だくなんですよね。もう不思議ですね、この冷たい麺を食べて汗だくになる。京都七不思議あれ。さあ、たるみさん、はい、こちらは、はい、こちらですね、カレーうどんの名店、ミミコーさん。ミミコーさんといえばカレーうどんですよ、はい、え、冷やし麺、はい、ちょっと今日は冷たいカレーうどん、冷やしカレーうどんをちょっといただきたいなと。いらっしゃいませ。すいません、よろしくお願いします。店長さん、はい、今日はね、はい、うちのこの冷やし麺男が、はい、絶対ここのカレー冷やしカレーうどん、はい、これも夏場限定ですか。そうですね、夏場一応、まあ、最近暑いんですんで、9月30日ぐらいまで限定でさせていただいております。だいたいカレーうどんでしょ、ここは。そうですね、なんですけども、うん、今この、まあ、今日は雨なんですけども、うん、暑い時はもうかなり確率で出ます。トッピングしてもよろしいでしょうか。はい、ちょっと何やぞ、トッピングで何やぞ、トッピングで。僕はもう鶏天です。ありがとうございます。オーソドックスなのは何が。ね、もう基本的にはもう当店自慢の甘狐と温玉と九条ネギがついたセットになってます。もうそれでお願いします。もうシンプルで僕行くわ、はい、もうね、隣のお兄さんもさっきからも一目ずっと食べてるな。会話ないな君ら。カレーうどん美味しい。美味しいです。美味しい。うわー、はい、麺を出しました。これや、冷やしカレーうどんです。どうぞ。きたな、これか。もう煮る、見ただけで美味しいの分かるな。ね、あ、まずトッピングが来たで。はい、頼みさん。お待たせしました。お、冷やしカレーうどん。ありがとうございます。鶏天トッピングです。わ、ちょっと待って、ちょっと待って。このお店はね、はい、もうまあ、京都の人はもう有名なんですけども、もともと歴史はどれぐらいあるんですか、ここ。52年。ただ、うん、こちらに移転してきたのは11年前。それまでは木屋町、三条木屋町、下がったところ。三条木屋町でやったかったんや。はい。はい、だしの秘密というのは、はい、動物性の油脂を使ってないというところがもう第一のポイントになります。だから冷やしても美味しくいただけるということです。たるみさん、はい、でこちらですね、はい、日本初のあれですよね、はい、そうです。何、日本で初めて冷やしカレーうどんを作られたんですよね。へえ、なんでそんなすごい情報言わないですか。忘れてます。すいません。いただこう。これね、無口なんの分かる。隣のお兄さんらが
一切喋らずカレーうどん食べてて3人で来てはるけど仲悪いかなと思ってんねんけど仲悪いんじゃないのよね、はい、まあまあ京都のねお住まいの方は知る人ぞ知るという、はい、観光客の方もあそこなら行ったことあるよっていう方もおられると思いますけど、はい、冷やしカレーうどん、はい、カレーうどんの出汁が冷えたら舌にすごい嫌な感じで残るじゃないですか、うん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 、ただあそこはご主人も言ってたんですけど、うんうん、動物性の油を使ってないから、うんうんうん、もうさらっと、うんうん、冷たいのにさらっといけましたね。でまたこっち側に男の子の3人組が僕らのトーク聞きながらもうケラッケラ喜んでくれるからだんだん僕もあいつら笑わさなあかんな思い出してな乗ってましたね。乗ってきたね。ええ子やったな。もう、いや冷たいのがものすごくいいわ。うわーこれは開発しやったな。いやいや鶏天です。鶏天一口ちょっといきます、はい、熱かった熱かったあったかいほんでスープをひたひたにしておうおうおう、おいく、いくねまだお腹減ってんのなんか食べ方がねでこうやって、うん、やっぱり京都にはまだまだうまいもんがあるね。はい。このきつねも、うん、また美味しいんですよね。ワイルドやね、たるみさん。まあこの暑い京都の夏には。持ってこいですよね、うん、まあこれ食べるとちょっと京都通になれるんじゃないですか。そうですね、うん、京都も出身も京都の方ですか福岡県北九州市ですいつから冷やし麺の専門家にならはったんですか、たるみさん。うん、猫舌なのでちょっと熱い麺がちょっと苦手な部分がでも麺を食べたいというので行き着いたのが冷やし麺だ冷やし麺評論家たるみさん、はい、もう4軒目ですけど、はい、もうお腹いっぱいやわ。それでも、はあ、それでも冷たい麺なら入るんです。どこにそんな根拠あるの冷たい麺なら入るんですって。はい、なんていう店。はい、こちら麺ビストロ中野さんです。はい、麺が冷たい麺出てくるの。はい、そんな感じないけどね。夏限定と聞いております。はい、ここですか、はい、雰囲気はまたなんかね、はい、おしゃれな感じですけど。はい、こちらですね、はい、麺ビストロ中野さん、ご主人が、うん、なんと元フレンチシェフのラーメン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはもう完全にフランス料理店ですよね。そうですね、もともとがフランス料理やってたんですよ。それからちょっとまあ分け合って麺をやるようになったんですけどね。はい、まあ皆さんやっぱりラーメン好きが多いんで、フレンチよりもラーメンの方がやっぱりウケるんじゃないかという。いやでもまあそのラーメンもちょっとこうフランス人が食べるようなラーメンとか。そうですね、ちょっとフランスっぽいようなラーメンいう感じで、はい、やってます、はい、でフランス料理もやってはる。フランス料理もちょっと、うん、はい、出してますね。もうやってるけど、はい、メインはラーメンですそこで、はい、ご主人、はい、この夏、はい、これから何か新しいのを出そうということですか。8月の半ばぐらいから、はい、一応コーンポタージュ麺、冷たいコーンポタージュ麺を、はい、ね想像できへんけど、はい、はい、すいません、お待たせしました。うわ、はい、これはけど今まで見たことないね、冷やし麺になりますね。この上、これなんですか。上ポテトフライです。ポテト、よかった、スープ飲んでください。スープもちょっとこういただきます。はい、
タージュコーンポタージュですよ。あ、麺もちょっと細麺だ。ちょっと細麺 で、ね、はい、コーンポタージュとしてポテトフライとどう絡み合うっていうところですね。いただきます。麺もいいですね、はい、細麺やけど弾力があってしっ、はい、ね、しっかりあって、はい、でコーンポタージュとミカトに絡み合って、たるみ先生冷やし麺の評論家、はい、知ってるね。コーンポタージュちょっとびっくりから入るよね、はい、思いついたのはどういう時ですか。これコーンポタージュの冷たいのもありかなと思って、うん、でちょっとやってみようかと、でやってみたら美味しかったんですね。それでちょっとメニューに。そうか、コーンポタージュ冷たいのありますもんね。あるでしょ、コーンポタージュも、うん、はい、うん、それに麺入れてコーンポタージュをちょっとこう改良していったらこの味になると、はい。4軒目でもね、一気に食べてしまいましたね、はい、入っちゃいますね、やっぱり来ます来ます、はい、これが冷たくてね、まあ確かにマスターシェフさんがおっしゃってたけどコーンポタージュって冷たいやつあるもんね、はい、うん、またあの新しい京都にうまいもんができたなっていう感じですよね、はい、まあフランス料理やから、はい、ちょっと上品に食べちゃうと思うけど、これご主人結構こうまぶしてガッと、はい、ガツッといった方が、美味しいですよ。ちょっとこうやって、また新しい世界がここにあったねそうですね、これがフランスやで、メルシーってなるなボンジュー、ボンジュー、メルシー、アンドゥトロワ1,2,3 じゃなくて1,2,3 やん、1,2,3 アンドゥトロワってなるよね。いや、これほんまご主人ね、はい、この暑い夏にはこれぴったり、このさっぱりもいいですよね。もう今日僕ら4杯目なんですよそれも結構な短時間やな柳田浩二さんがお休みになりましたけども意外といけましたね意外となんとかなりますね手応えあったんちゃいますなんかスーッと終わりましたねいけましたね家で見てる柳田さん結構これやばいな俺って思ってるかもありますよ。で僕も一個だけ言わせてもらっていいですか、はい、意外とやりやすかったですチャラチャラ魚の棚6畳7畳8畳9畳どうだこれが千年の都